はい、作るカフェチャンネルへようこそ。はい、今回はですね、まずウォーハマー 40K インピリウム32号ですね。申し訳ございません。とりあえず今回ですね、毎週見てくださってる方には申し訳ございません。今回ちょっとね、アップ遅れてしまいました。ちょっとね、私体調崩してしまいまして、まあちょっとね、疲れと夏風邪を受けてしまったので、1週間ほどね、お休みみたいな形にさせていただいておりました。なので今回今アップしているのは結構遅くなってるのかなっていう感じですね。33号が出た後になっております。はい。撮影はですね、一部以前に撮った部分もあるんですけども、こちら、休んだ後にですね、紹介させていただいております。はい、ということでですね、今回の32号の紹介の方を移っていきたいと思います。今回はですね、こちらカタフロンデストロイヤーアテプツメカニカスに出てくるものになってきています。こっちですね。じゃあ早速ですね、今回の、内容の方にも移っていきたいと思います。はい、では内容の方になってくるんですけども、カタフロンデストロイヤー、はい、こちらですね、今回押さえておいた方がいいところですね、もうまんまこちらの紹介になってます。履帯持つ包囲破りっていう風に書いてますね。まあ、ご存知の方はですね、こちらこの足回りのことを履帯と言います。これですね、はい、こちらを履帯と言います。はい、あまりですね、こういったことはこだわらない方はですね、キャタピラという風に呼ぶ方もいるとは思うんですけども、キャタピラはですね、実は商標登録みたいなところがありますので、基本的にはこちら履帯というふうに呼びます。なので今回は履帯持つ包囲破りっていうふうに紹介されています。で、こちらカタフロンデストロイヤー、どういったものかと言いますと、戦闘奉仕者ってこちらありますね。この後ちょっと紹介していくんですけども、次のページですね。はい、押さえておいた方がいいのこちらもですね、はい、神秘なるものと古きものというふうに書いているんですけども、ここはアデプトスメカニカス帝国の軍勢の中のですね、お話が書かれています。で、特にメカニカスですね、はい、こちらについて、紹介されているんですけども、こちら奉仕者って書いてサービターって書いてます。見えますかね、こちらですね、奉仕者って書いてサービターって書いてます。こちらですね、内容が、奉仕者は機械化され自動人形と化した元人間だ。彼らのほとんどはかつて犯罪者であったという。彼らには様々な兵器に対応できるよう、義腕や戦闘兵器が搭載されている。はい。こんな風に書かれています。つまりですね、元犯罪者とかがですね、まあ人格を奪われて戦闘人形に改造されているサイボーグという風な扱いですね。まあ、必ずしも全てが犯罪者というわけではないんですけども、そういったものが非常に多いという風にされています。はい。なので、基本的には自我を持ってないというような扱いなのですかね。ロボットとか。はい、機械を動かすための、まあ、知能ですね。はい、そちらを、携わっているといったものになります。なので、サービターは基本的には機械化されてしまったサイボーグといったような感じになっているのが紹介されています。はい。こちらはメカニカスのですね、今回の出てきたユニット以外にも紹介されているので、こちらの方を、はい、しっかりと読んでいくと、なお面白いのかなというふうに思います。ではですね、この後、ゲームのコーナーに移っていきたいと思います。はい、それではですね、ゲームの導入の方に入っていきたいと思います。はい、前回の戦いでですね、結構苦戦を強いられた後ですね、ネクロン側少し押され気味かなといったところですね。はい、ではストーリーの方を読んでいってもらいましょう。今回も水さんにお願いします。オーバーロードの前進、断固たる帝国防衛軍はネクロンオーバーロードの軍隊を行き詰まらせていた。ネクロンの前進が衰える中、インペリウムの援軍が物資や戦闘兵器を伴って続々と戦闘に加わり、ネクロンの封鎖網を突破していった。手下の体制に苛立ちを覚えながらも、オーバーロードは彼の異様がレギオンを鼓舞し、敵を威圧することを願って次の攻撃を自ら指示し始めた。はい、ということでですね、ネクロン側が、まあ、最初圧倒的な数でですね、このセフォスを、制圧していったですけども、帝国側のですね、逐次投入されてきた部隊と圧力に押されて負け始めております。オーバーロードがですね、それを見て、私が出ていけばなんとか押し返せるんじゃないかといった形でですね、先陣切って、戦っていきたいといった話のようです。ではもう少し詳しいところを読んでいってもらいましょう。ネクロンオーバーロードは帝国技術局の防御施設である城塞タイラックスを狙いにつけた。オーバーロードはファランクスを招集し、彼らを一斉射撃を行う敵の元へと駆り立て導いていく。城塞タイラックスには人工擬態を持つ兵士たちが駐留しており、厳重な守りが敷かれている。スキタリレンジャーに加え、この周りでは臨機目標と交戦し突破するようプログラミングされ、
致命的な威力を持つ武器を多数備えたカタフロンデストロイヤーが紹介を行っている。はい、ということでですね、今回は城塞タイラックスですね、はい、こちらでの戦いになってきます。で、今回、初登場になりますカタフロンデストロイヤーというのがですね、アデプトスメカニカスの援軍として、今回存在しております。カタフロンデストロイヤーのですね、援軍が今回入ってくるということでですね、アデプトスメカニカス戦力が増強されてきております。はい、そこをどうやって攻略していくのかが、ネクロン側の思惑といったところになってきますね。では今回のミッションのネクロン側のお話を見ていきましょう。ネクロン、オーバーロード、壁の突破。ネクロンが火星の従者たちに勝利するためには、城塞タイラックスの壁を突破し、要塞団に地方を固めなければならない。ネクロン、オーバーロードは、自らファランクスを正確な指揮プロトコルの下で指揮し、彼のボイドサイズで敵を切り倒そうとしている。はい、ということでですね、今回の城塞タイラックス、攻略戦ですね。はい、このオーバーロードがですね、戦っていくといったところですね。はい、これを打ち倒していくことができるのかどうなのかということに対して、アデプトスメカニカス側、読んでいってもらいます。アデプトスメカニカス、テックプリーストドミヌス、攻城戦。城塞タイラックスの火星の防衛軍は、守りを固め、強襲に備えている。彼らは様々な遮蔽物を活用し、敵であるネクロンと交戦し、オーバーロードの前進を阻まなければならない。ネクロンが要塞に侵入したならば、陣地の維持は不可能となり、帝国軍は撤退を余儀なくされるだろう。はい、ということでですね、アデプトスメカニカス、城塞タイラックスの防衛戦になっていきます。守備の指揮を取るのはですね、テックプリーストドミヌス、はい、こちらになっていきます。鉄壁の守りをですね、見せていかなければネクロンにしてやられるといったところなので、必死のね、防衛戦に当たっていきたいと思います。ではですね、実際のカードミッションの方に移っていきたいと思います。はい、ということで今回のスカウトミッションですね、はい、では早速読んでいってもらいます。スカウトミッション、無慈悲なる強襲。参照ルールを参照せよ。ミッション概要。ネクロンらがアデプトスメカニカスの陣地に迫っている。スキタリレンジャーはネクロンの攻撃を跳ね返すため、バリケードや廃墟の壁の裏に回り込んだ。はい、ということで今回のミッションですね、完全なる防衛戦というふうになってきております。アデプトスメカニカスはですね、バリケードや壁などを生かして、防衛の方に当たっていきたいといったところです。ではミッションの目標を読んでいきます。ミッション目標、プレイヤーは以下の条件で勝利ポイントを獲得する。戦線突破、バトル終了。ネクロン側プレイヤーが勝利を収めるためには、ネクロンオーバーロードが敵の戦列を突破することが求められる。第5バトルラウンド終了時、このバトルは終了となる。オーバーロードが第5バトルラウンド終了時までにアデプトスメカニカス側プレイヤーの初期配置ゾーンに完全に収まった場合、ネクロン側プレイヤーが勝者となる。それ以外の場合、メカニカス側プレイヤーが勝者となる。はい、ということでですね、今回のゲームのプランですね、ちょっと特殊になっています。ネクロンオーバーロードが相手の初期配置エリアですね、はい、そちらの方に到達してしまう、到達なんですけど、エリア内に完全に入ってしまう状態まで進んでしまうと、ネクロン側の勝利になってしまいます。なので5ターンまでそのネクロンオーバーロードの進軍を阻止しなければなりません、はい、といった内容になってきます。で、戦場の構築の方なんですけども、今回はネクロン側からの配置となっておりますので、ネクロンが1体置いて交互にユニットを置いていくというスタイルですね。で、後に、先行後攻ダイスロールといった流れになります。今回の軍勢のですね、紹介に移っていきます。ネクロン軍、今回はオーバーロードヘッドクォーター、そしてネクロンウォリア10体、そしてイモータル5体になっています。で、対するアテプトスメカニカス軍、テックプリーストドミヌス、こちらがヘッドクォーター、スキタリレンジャー10体、そしてカタフロンデストロイヤーが1体という流れになっています。はい、今回はですね、初期配置の場所によって相当、戦況が変わってくるので、考えて、頑張ってやっていきたいと思います。では実際のゲームのコーナーに行きます。はい、それではですね、今回のゲームのコーナーに移ってまいります。今回はですね、こちらオーバーロード、こちらですね、はい、こちらのオーバーロードがですね、敵陣側に届きましたら、はい、こちら味方陣地で、
アデプトスメカニカスの陣地、こちらですね、はい、こちらまで到達するっていうミッションになってます。はい、帝国側はですね、こちらのオーバーロードが来ないように防ぎきる。で、私の方ネクロンはオーバーロードをあちらまで届けるっていうのが今回のミッションになっています。で、アデプトスメカニカス今回出てきてるんですけども、ちょっと詳細難しいのでですね、今回ゲストでナナスさんに来ていただいております。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お久しぶりですね、こちらの方で20 21号の私の雪辱戦から始まってるかなっていう感じなので、はい、今回はね、勝っていきたいと思います。あとですね、ここに至るまでにですね、皆さんゲームのルールの方もだいぶ分かってきたかと思いますので、ちょっとですね、説明の方少しだけ少なくしながらですね、やっていきたいと思います。アビリティのね、発生なんかを言っていくんですけども、基本的にヒットがいくつだ、ウンドがいくつだっていうのがちょっとずつ減っていくと思います。はい、実際のゲームに合わせたですね、内容になってくると思いますので、はい、頑張って皆さんついてきてください。ではですね、今回のミッションのスタートの前に初期配置ですね、行っていきたいと思います。初期配置の方は実は、ネクロン側から置いてくださいというふうに決まってますので、まず私から置かせていただきます。ネクロンウォリアですね。ネクロンウォリアかスリーパータイプ、インカオスリーパーです。なんとなくこいつをちょもう早速置いちゃいましょう。もうセオリー外れですけれども、お HQ からもうすでに、はい、じゃあここでオーバーといます。置いてしまいましょう。お、じゃあ初期配置が終わりましたので、初期配置エリア設定を取り除きます。じゃあということで、実際のゲームのスタートする時の先行後攻ダイスロールですね。これもあるんですね。はい、やっていきます。はい、じゃあダイスロールいきます。1と1せーの、はい、3、はい、私先行ですね。やっていきますよ。まず移動フェーズから、オーバーロードしたら、はいはい、早速アビリティを、あ、そうだそうだ、あったあった。まずスキタリレンジャーのアビリティですね。なんて書いてあったかな。レンジャー、はい、第1バトルラウンド開始時にユニット各兵は最大3まで移動してよいと、はい、はい、バトル開始した瞬間ですね、もう歩けるというのがね、非常に有利な能力になってますね。はい、では移動フェーズ私の方になってきます。必要なら後軍が入っているので 5MV が 6MV ですね。はい、1MV 伸びています。オーバーロード全力移動です。あ、1 ダメだ、もうダメだ。はい、ウォリア全力移動です。6、いい、残念ながら、ここから射撃フェーズになっていくんですけども、我が家の姿勢をちょっと忘れてしまいましたので、イモータルから射撃を行っていきます。はい、これがですね、ヒットロールプラス1になったんですけども、残念ながら忘れてしまったので、はい、15MV 以内はいないので、皆さん普通の射撃ですね、ラピッドファイヤーが普通の射撃、5人で5発、はい、スキタリレンジャーに打っていきます。射が3発ですね、3発いきます。5発ですね。はい、では1発だけ外れて、4発ヒットで、はい、高が5ですね、相手の体が3でしたっけ、はい、では3プラですね。はい、では成功ですね、4発成功で、貫通がマイナス2ついきます。マイナス2、はい、6になって結局スペセと一緒で6っすね。はい、スペセがなんと6ついきます。お、1発防ぎましたね。はい、では3発5ヒットということで、ダメージ1点ずつ、まず最先3人ダウンですね。はい、ではウォリアから持ちたかったんですけども、届いていない、ギリギリ届いていない、これは無理だ。はい、もう 1MV 足りなかったですね、残念ながらここでストップです。はい、射撃突撃終わりまして、私のターンが終了になってきますが、繊維テストですね、お願いします。統制値が7、あ、7か、はい、アルファが7だから、でプラス強化型データデータ月統制値プラス1、おう、8、5が出たらアウト、あ、6出たってことで1人逃走しましたね。では残り、はい、6人分のダイスロールして1が出ると逃げちゃう。ああ、大丈夫、ナイスですね素晴らしい素晴らしい、なんとか耐え切った。
はい、ということで、はい、こちらのターン終了ですね。ではターン変わります。で、帝国のアデプトスメカニカス、イドフィーズから入っていきます。で、今回のカタフロンデストロイヤーですね、新キャラ、こいつの動きによってはだいぶ変わってくる。では射撃フェーズですね。こっちはこっち厄介なんだよな。先に打てるこっちから打っていきましょうかね。はい、ニコロンボリアと打てますので、なんぼ11ぐらいかな、10ぐらい。ってことはこれも打てるんだよね。フレーマーも打てるね。フレーマー打てるし、プラズマキャノンも打てると。はい、プラズマカルバリーか。カルバリー。じゃあ、全ての武器をネクロモーリアへ発砲します。はい、どちらから。じゃあコグニスフレイマーから。フレイマーから。フレイマーいきます。フレイマー D6 プラス2。はい、いいですね。プラスと、あ、そう、プラスはない、ね、プラスはないです、はい、フレイマーなんでね、はい、で4プラス2なんで6発自動ヒットです。はい、で、4は4、タイガー 4プラです。うん、4発ヒット。はい、では貫通が0です。貫通0ってことで、ウォリアは4プラですね。はい、4プラでいきます。一発入れました。一発、ね、はい、まず一人ダウン。はい、ブラスト、カタクロン、プラズマカルバリー、何発で。3発、4プラか。4プラ。おお、一発だけ。3プラ。あ、これは失敗ですね。期待再生プロトコル。あらあら、再生が悪い。あ、失敗。さすがに無理。さすがに、うん、これはラッキー。なんかちょっといろいろ可能性があるかな。先に HQ からちょっと見えるところを打ってしまいますかね。はい。1発と3発ですね。じゃあ、ホストールサーペンタ、アサルト1。はい。じゃあ、シャア2プラで。はい。危ない。そしたら、コウは5、タイは4なんで3プラ。あれ？あ、外れますね、今日。外れちゃいますね。はい。じゃあ、ボルカイトブラスター。ヘビー3。移動したから3プラになるんですね。はい。じゃあ、3プラ。おー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 、これはひどい。ガルバニックライフルは全部こっち行って、そんな、あれ？もしかしてこれ、パッカー危ないって言ってない？あっ !4 枚くらい。これはチャンスでは。これ。あ、でも、裏にガルテムスから見えてないです。他は見えてない。こっち、そっからこっちは見えてない。裏いる。見えてます？アークライフルとプラズマキャリバーもうこっちぶっぱんですか？ですね。位置的に撃てますね。位置的にすげえちょうどいいところにこの二人いるんで。届きます？届き30なんで届きます。なんだと？ガルバニックライフルこっちでいくか。はい。あとアークライフルとプラズマキャリバーをこっちですね。はい。アルケブスこっち行きますか、そんで。あ、なるほど、うん、確かに当たるかどうか知りませんけど、まあ、そうですね。そしたら、とりあえずじゃあカルバニックライフルから2人しかいないんで、22で4発。はい。ヘビー入ったんで、シャーが3プラが4プラになりますね。はい。特にあれはないですね。じゃあ4発いきます。オリアですね。オリアですね。はい。この2、あ、6が2つです。これはダメでしょ。1は振り直しができるはず。振り直し君いるよね。ヒットロールだよね。あ、そうそうそう、1振り直しですね。だからこれ振り直し、はい、うん、ダメですね。ダメですね。じゃあ2発。2発。4ですね。はい、4。おう、2発。2発。貫通はマイナス1です。マイナス1、4プラが5プラ。あー、うん、受けちゃいましたね。はい、2人ダウンです。ペシペシと。で、ここに対する射撃終わりなんで、期待再生プロトコルお願いします。はい、2人も期待再生プロトコル。1人復活ですね。あ、1個振り出していきます。うん、その兵は無人。振り出していきます。あ、行きました。2人復活です。じゃあ、トランスラニックアルキブス、はい、イモータルに指定してましたので、はい、ヘビー1、ま、ね、とりあえず、じゃあ4プラで。うん、おー、ナイス。で、4は7。じゃあ3プラです。3プラです。あー、ダメでした。運図はないんだね。運図はない。運図はないです。アークライフル。アークライフル。オーバーロード。ここから、ここですね。オーバーロード。2。ヘビーではないんで、普通に3プラですね。はい。3プラ。
うーん、ああ、ダメかな。ラナシさん今日外れますね。外れますね。で、プラズマキャリバーを最大出力、アサルト2。これも問題なくサンプラでいきますね。うん、これは当たりですね。死ななくてよかった。そしたら、コウは8です。コウ8、タイが5ですね。サンプラ。サンプラ。あ、1が出て一発外れ。一発だけ、貫通3です。貫通3、スペシャルセーブ4プラでいきます。ああ、外れた。2点です。2点、でかい。ちょ。5点が2点が残り3点。オーバーロード残り3点ですね。いや、一発でよかった。繊維テストはなしです。はい。猫の1人だけなんで、指揮統制値10あります。はい。ということで、2ターン目表になってきます。まず、リビングメタルで1回復。なんで、残り4ですね。我が家をなせをかけていきます。じゃあ、ウォリアに我が家をなせをかけておきます。猫のウォリア、我が家をなせですね。はい。1ロールプラス1になります。はい。で、シティフェイズではやることは以上かな。では、移動を行っていきます。で、6エンブ以内にまだいるので移動力はプラス1のままです。では移動をやっていきます。全力移動、猫のウォリアで全力移動を行っていきます。5、お、いい。オーバーロード全力移動いきます。1負けた。君はな、6のかなり満身してますね。満身してますね。ちょっと怖いんで、はい、移動が終わりまして、射撃ですね。はい、では射撃イモータルから打っていきましょうか。はい、イモータルからいきます。イモータルの射撃全部突きたり連打撃っていきます、ね。はい、では5人分ラビットファイヤー距離です。一番後ろでも、あ、入ってますね。はい、10発ですね。はい、10発サンプラできます。8発ヒットサンプラで、はい、では8発サンプラできます。6発、はい、では6発貫通、マイナス2です。まあ6プラですね。6プラですね。6発6プラ1人不遂で残り5発。どうなりますかね。ああ、なるほど。アルファを残す形で。はい。では、もう、ここまで来たら、アルファは置いといて、ネクロンウォリアからドビンスに対して射撃を行います。はい。全部撃ちましょうか。なるべく倒したい。はい。じゃあ、18発ですね。18発、全力移動したんで、マイナス1、アサルトのマイナス1かかってますけど、我が家関数で1足されてるので、そのままで行きます。いや、サンプラですね。サンプラ18発。そこそこ当たってますね。そこそこ、まあまあまあ、理論値通りぐらいは。ね、うん、はい。では、これを。サンプラです。サンプラで。タイは4なんで。はい。交互対4でいきます。はい、サンプラです、ね。当たってるな。当たりましたね。これは当たったな。8発ですね。8発のウンズロー成功。貫通がマイナス2です。ドミン3ですね。一緒だな。スペース戦、あ、スペース戦にはならない。4プラで、じゃあ8発。4プラ。4プラだよね。4プラだ。4プラです。2発しか取ってないか。あ、3発。1発1点。これ3発と、残り傷が2。はい、残り2ですね。では、じゃあ無理ですね。じゃあ、突撃も特にできないので、私のターンは、終了という感じになります。繊維テスト全身だから、あ、2でいなくなっちゃうな。ああ、ギリギリ OK。 危ないギリギリ2でいなくなっちゃうなとか言いながら振ったら2で OK。 危ないな君。危なかったですね。あ、だいぶ危なかったですね。5人で合ってるよね。5人今5人なもう。では、2ターン目裏ですね。はい、ですね、帝国アデプテスメカニカスの移動フェーズ。じゃあ全部の攻撃を、はい、こちらへ。片方のデストロイヤーからウォリアの攻撃。片方のデストロイヤーから、はい、じゃあまあコグニスフレイマーと、はい、カルバリンを撃ちますけども、カルバリンどうしようかな。うーん、ウンズで楽したいから、こうちょっと最大出力でちょっと、お、やっちゃいますか。やっちゃ、ちょっとやっちゃいましょうか。やっちゃいましょうか。やっちゃいます、やっちゃいます。まあダメならダメでしょうがないんでね。そうですね、ここまで来たらね。そしたらコグニスフレイマー、アサルトがリー
16プラス2、8、3回か。リロールした。そしたら、3発ヒットしたんで、4プラで。はい、あ、これ、当たらないね。2つ当たらない。振るわないですね。ですけど、まあいいや。そしたら、最大出力のカルバリン、はい、D6。D6。5。5。いいね。これ1出たらちょっと怖いんだよな。で、そしたら、とりあえず、ヘビーなんで、5プラ。あ、きついね。5プラ。ああ、1個出ちゃってる。ああ、じゃあダメージ、最低出力やったら、ヒットロールで1が出ると、致命的ダメージ1点。ただ1発ヒットしたんで、2プラでもう1回。OK ですね。OK ですね。はい、で、貫通マイナス3で、3です、ね、1発ね。はい。じゃあ、もう出ちゃいますね。はい、1人。1人だ。うん。ピストル D3、どっちに打とうかなって感じなんですけれどもね。危ないこと言うとこっちなんだよな。とりあえずこっちに行きます。はい、ネクロンゴールに対して、そうっすね。はい。グレネードでも持ってればよかったんだけどな、君は。ねえ、グレネード欲しいですね。そしたらピストル、これピストル D3。はい、D3。2個だ。2発分ですね。2発分が特に関係ないんで、とりあえず3プラで。はい。はい、振り直し。振り直し。オッケー。はい。4の。5ですね。はい、こういう。はい、4ですね。3プラです。じゃあ3プラ。うーん。うーん。さっきから通らんのよな。通らないですね。ドミムスから、ウォーリアーへ。はい。ウォーリアーにちょっと苦戦しすぎだな。まあ、しょうがない。そしたら、アサルト1、ホスフォールサーペンタ。アサルト1。はい、2プラかな。うん、当たりね。ちょっとやる気ないな。じゃあ3プラで。3プラで。あ、オッケー。はい、オッケーですね。カント1です。カント1、4プラが5プラ。ああ、ダメですね。ちっちゃいと思う。低いですね。はい。で、ヘビー3で、ボルカイトブラスター。そしたら、シャワー2か3プラになります。はい。おー、2発。まあ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 、2発ですね。2発通ってくれただけでも嬉しい。5は6。はい。体温ですね。3プラです。で、3プラ。はい。オッケー。おー、どうしますかね。貫通は0です。貫通0ということで、4プラですね。1つだけ受けました。ダメージ1です。ダメージ1。とりあえず、じゃあ、これで射撃が終わったんで。はい、じゃあ、大再生プロトコルですね。3人か。3人ですね。1人。振り直し。1個。あ、ダメです。1人ですね。2つですね。あ、ちょっとこれ、時間稼ぎも考えると、突撃しないとちょっとまずいんですってね、これ。うん。スキタキデンジャーアルファが、突撃するんですけれども、まあ、外があれば、3であれば届くんで、とりあえず送りますけど、もうどこまで負けますよ。いらないよ、こんなに。回り込めます。いらないってことなんで、そこまで。はい、で、ドミムス。ドミムスもまあ、これはもう余裕でいけるんで、ね、まあ、送りますけどね、一応。はい、行こうと思ったら、まあ、行かないとちょっとね、とりあえずここ、当選簿したい気持ちはないではないんで。あー、クロスコンバットエアコンか。じゃあ、いらねえか。言っても意味ないわ、君は。まあ、そうですね。3回しか殴れない。そうっすね。いらないっすね。君ここでいいや。ご真実ぐらい。そうっすね。じゃあ、アルファの方から、スキタリレンジャーですね。はい。とりあえず、海馬2回。ウルフやってるって少なくはない。まあ、そうっすね。じゃあ、海2回。ウルフやってるというよりもね、スペースマリン触ってるとこの回数少ないんですけど、ね、そうですね、マリンはめちゃくちゃ多いですからね、うん、もう一人当たりが結構多いんで、少ないやつは多くないですけど、うん、4プラ、じゃあ行きます。うん、これはリロール、リロールいきます。あー、1、ダメだしね。あー、出ないですね、今日はダメですね。じゃあドミノスで移行して、ドミノスは1回な、3回バンシーの斧、じゃあ、斬新の斧で、これが説3。はい。パッと一発外れたね。はい、一発外れるのはまあいいとして。はい。ただ、こうは6なんで3プラですね。3プラですね。うん。ああ、行きました、ね。はい。で、貫通が2です。貫通2、6プラですね。6プラいます。ああ、惜しい、惜しい。ダメです。いいな、危ないな。2人ダウンで、格闘終わりましたね。格闘は終わりです、ね。はい、じゃあ、大再生いきます。あ、1人復活ですね。1人パターンと倒して、パターンで倒して、はい、10ですかね。はい、ちょっとカメラ的に見えない、少しどかしますね。はい、じゃあスキタリレンジャー、ここ4人しか届いてない、こっち
4人いきます、うん、でドミノスに2人いきます、うん、はい、じゃあまず4人から、ウォリアーなんで1人1発、はい、我が家をなしているのでサンプラが2プラでいきます。まず北リレンジャー全部1つですね、はい、で、ウドロールサンプラです。サンプラです、うん、あ、こういうんです、サンプラです、はい、サンプラです、一発外れ、3発、貫通なし、貫通なし、おう、ナイス、ナイス、そこでナイスセーブ。じゃあ2人を、ドミノスに行きます。はい、じゃあ2プラですね。君のコンボすごいな。コウが4、タイが4ですね。はい、じゃあ4プラ。はい、1発外れて、はい、1発です。貫通なし。貫通なし、じゃあ2プラですね。はい。OK。バナナです。じゃあ、繊維テストも特になし。なんでスキタリ使ってるのに格闘入った瞬間本気出すんだろう、こいつは。なんですかね、スキタリはそういう役目じゃなかったと思う。ないですね。じゃあですね、ターンが変わりまして、3ターン目。ですね。表。はい。ですね。一旦戻してくれますね。一旦戻さないと、車線の管理がちょっとね。そうそうそう、できない。ここですね。そうですね。まあまあ、もちろん、これを外して、リビングメタルでオーバーワールド回復、我が家をイモータルになします。はい。で、式フェーズを終了です。ではまず移動フェーズ、ネクロモーリー下げます。で、イモータルを少し前に出しの今3段目でしたよね。今3段目ですね。届くこれ届く、まあ、全力移動すればまあ今ここは抜けれないですけどね。17もあるから今回全力移動しないと届かないよね。4-5あるから大丈夫かと思う。その移動力5でしたっけ。数6です。あ、6でしょ。6の12なんで届く、届く、届くか、倒せば届く、倒せば倒すか。あ、そうか、突撃に移動するんだ。じゃあ、それでも移動します、うん、そうだ。じゃあ6を移動してここまでいきますね。ではイモータルの射撃ですね。はい、射撃フェーズいきます。イモータルどうしようかな。なんかもうこのスキタリレンジャー怖いな。じゃあちょっとそこのモールがなんかマガマガしいオーラをまとってるかもしれないです。そうそうそう。あのね、全員で撃ちたいです。怖いです。なんかね、ナナシさん相手だと白衛戦怖いんですよ。なんかここになって本気になりそうなんてことですよ。とはいえ、やっぱ節約します。3人、後ろ3人がスキタリ、前2人がドビスでいきます。じゃあ、まず、スキタリエンジャーから、ラピッドファイヤー級の6発でいきます。はい、我が家をなしているので、2プラで。いきます。1か2つ。ああ、それはちょっと大きい。外れてくれてありがとうございます。はい、4発。くそー。危ない。それは大きい。じゃあ4発を、サプラ。交互です。とても少なくなってほしい。ああ、とっと、2発しか取ってない。ああ、まあちょっとチャンスある。もしかしたら生き残れるかも。貫通マイナス2。だからこれが6なんだよな。6プラ2発。6プラ2発。なんだってなー。さあ、祈っていきましょう。祈っていきます。ああ、ダメでした。ダメですね。まあ、ダメですよね、はい、そりゃ。はい。じゃあ残り2人、ドミニス打ちます。はい。はい、には、サンプラが2プラですね。はい、2プラ4発。全部。あ、そうですね。はい。サンプラですね。サンプラですね。はい。サンプラです。あ、2が2つ出た。残り半分、2発。2発貫通マイナス2です、ね。じゃあこれ4プラですね。4プラでいきます。あ、ナイスナイスセーブ通らないな。さすがのドミニスですね。では射撃が終わりまして突撃フェーズ、はい、このままだとですねちょっと届きづらいのでオーバーロードドミニスに突っ込んでいきます。はい、いや何 MV ですかね、ギリ4でいきます。はい、突撃オーバーロード突撃いきます。届きますね。まあまあまあ、ここ届いてほしくなかったな。まあまあまあ、しょうがないね。じゃあ破壊戦フェーズいきます。はい、オーバーロード回が4回の2プラ、ボイドサイズですね。はい、ただヒットロールマイナス1修正点3か3です。3プラ4パ少し減ってほしいな。あー、2発取れ、外した、2発外した、よかった、外した、3プラ2発外した。まあ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 、まあ、これはちょっと助かるけど次が多分めっちゃ通るですね。コウが10です。無理だよ、無理だよ2プラでいきます。はい、2プラ、あっ危ない1発ならなんかなるかもしんない。1発貫通マイナス4です。だこれが5プラなんだって。5プラ一発です、頼みます。もう通ってお願い、倒れてドミです、お願い。ダメダメダメ、ダメージが3点で終了です。はい、ドミスダウンです。
はい、残りカタフロンデストロイヤー1体だけになっちゃいましたね。こちらのターンが終了して3ターン目ウダアテパトスメカニカスですね。厳しいな。じゃあこっちいきます。はい、移動しなくてもいい。これもしかしてどうせダメだろう俺。そうですね、もうヘビーであれなんで、もう次のターン届いちゃいますね。ちょっとここは一発逆転狙ってここへそのまま移動せずに、はい、移動フェーズスキップ、まあ、静止で、はい、静止で、射撃をすべてちょっとのこのこ出てきたオーバーロードにちょっとぶち込まないと車線からね、まあ、このまま行ってもどうせ負けますんでね、はい、見えてます ね、これでね両方ともね、あの6出せばちょっとチャンスはあるんでね、まあないなじゃあまあコグニスフレイマー、はい、アサルと D6 プラス2で、はい、ちょっぱいな。そしたら4回で、自動ヒットなんで次はゴプラですね、はい、最後でしたね。最後です。最後でした、はい、ゴプラほら、うん、まあまあまあ一発取ってくれただけでも、はい、あの勝つないんで、はい、3プラですね。3プラ取らないね、はい、で最大出力を宣言しておりましたつもりだったんですけれども、はい、しましたんでヘビー D6 ほら、うん、4回、まあ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 そんなもんだよね。4回、そうですね、4回。じゃあここで、4プラス、4プラってね、はい、あー1出てるこれはいいんだ別に。そうか、1、あでも1って、死んでも死ななくてもあれなんでね。じゃあ2発、え、傷いくつですっけ。傷5、勝てねえな、しょうがないね、落ちないですね、落ちないね。じゃあとりあえず、じゃあ、まあ、とりあえずいきますね、はい、3プラいきますねここで本気出しますね。で、貫通マイナス3を2回、マイナス3を2回、スペース性2回、4プラ1発出ました、はい、ダメージが2点です。2点、残り3点ですね、はい、どうしようもねえな、取り付きますか、取り付きますよじゃあ行きます、はい、届かないね、終了終了、はい、終わりです。じゃあ4ターン目終わってですね、まあ一応オーバーロード、移動フェーズ全力移動4、はい、残りがもうね8で端まで届きますので、入りました、ね、入りました、はい、ということでですね、はい、最初の設定皆さん覚えてますかね。目標がオーバーロード端まで届いたら勝ちということで、見事ですねオーバーロード端まで到達いたしました、はい、ネクロの今回勝利という形になりました。はい、奈々さんどうもありがとうございます。ありがとうございました。いやー、ちょっと今回きつかったですね。ちょっとしょうがないですね。しょうがないですね。こういうこともあります。はい。正直ね、まだバトルフォージのルールがないとですね、粘りができないっていうのがちょっと辛いところかなというふうに思いました。ということでですね、今回のモーハマ 40K インペリウム第32号のゲームのコーナーが終わります。はい。では続いてですね、次回の予告となってまいります。はい、それではですね、次回の予告でございます。第33号ですね、8月30日こちらの動画アップされている時にはすでに発売されていると思います。はい、ちょっと遅れているので申し訳ないんですけども、はい、次回はですね、表紙の方がオルク、はい、宇宙オークですね、はい、こちらの方が紹介されているんですけども、塗料会になっております。はい、次回はですね、カノプテックアーマーシェイドグロスっていうのと、レイクランドフレッシュシェイドっていうのがついてきますけども、こちらですね、カノプテックアーマーシェイドグロス、実はですね、もう販売されていません。なのでですね、こちらが欲しい方はですね、この33号を手に入れないと、今は手に入りませんよといったものになっていますので、ぜひですね、こちらのカラー、お好みの方はゲットしてみてください。こちらのシェードですね、カドプテックアーマーシェイドグロス、名前から察するにネクロでよく使うものにはなっています。はい、こちらの方がですね、スザレ感系ですね、はい、そちらの汚しにはちょうどいいかなといった塗料になっていますので、せっかくならね、こちらをゲットしていただいて、楽しんでいただくのがいいのかなというふうに思います。はい、それではですね、今回32号が終了いたしましたので、次回33号でまたお会いしましょう。また見てね。バイバイ。